今回アイロン施術でスチームアイロンを使っていくんですが、モデルさんもそこまで癖が強くないので、ウェットの状態でアイロンを入れていき、時間短縮の施術をしていきます。触った感じは太毛のモデルさんです。しかしよく見ると細毛の縮毛がたくさん混在しています。アルカリの多いストレート剤を塗っていきますと、細毛の縮毛に大きなダメージが加わってしまいますので、ビアルカリ低還元タイプの薬剤をはじめに塗布していき、その後ノンアルカリタイプの高還元のお薬を塗布していきます。濡らしてみると癖はだいぶ弱くなっています。薬剤も S2 に作用するシステアミンタイプのお薬を選択していきたいと思います。薬剤を塗布する前に髪の毛が均一に膨張させるため、スチームを当てていきます。顔周りに細毛が多いので、顔周りから塗布していくことをお勧めします。根元に塗ったものをコームツールで伸ばしていきます。このことによってハケで塗るよりも薄付けでつけることができます。本還元の薬剤を後ろの襟足から塗布していきます。毛先に向かってグラデーションダメージなので、根元はノンアルカリ高還元タイプの薬剤、毛先はノンアルカリ中還元タイプの薬剤を塗布していきます。アルカリ度が低く還元しているかどうかをチェックで見極めていきます。ポイントとしては、髪の毛をリングコームに巻きつけ、戻り具合を確認しながらチェックしていきます。髪質に合わせて薬剤を塗り分けたので、ウェットの段階で癖がかなりきれいに伸びていると思います。乾かさずにスチームアイロンをこのままプレスしていきます。ウェットでやることにより水分を取りすぎず、柔らかい質感に仕上げることができます。パネルは細かく1センチスライスで取っていきます。ブロム3タイプの2剤を塗布していきます。ボリュームの欲しくないところにだけ
スチームアイロンを入れていきます。その後、ワインディングをし、プレゴに入り、クリープを促進していきます。髪質なんですが、軟毛で細毛のモデルさんです。顔周りに若干うねる髪質と、後ろの方にも大きなうねりがある髪質になっています。乾いている時よりも癖が多く出てきている髪質です。なので、洗濯する薬剤はチオとシスティアミンが混合しているタイプの薬剤を選択して塗布していきたいと思います。はじめに低アルカリ、低還元タイプの薬剤を塗布していき、その後から中還元、ノンアルカリタイプの薬剤と微アルカリ、高還元タイプで塗布していきたいと思います。細毛なので微アルカリ、微還元タイプの薬剤を根元から毛先まで薄付けで塗布していきます。バックサイドはウェットの時点で癖が出ているので、チオとシステアミンの混合タイプの薬剤を塗布していきます。顔周りは中還元ノンアルカリタイプの薬剤を毛先まで塗布していきます。アルカリ度の低いお薬を使っているので、薬剤塗布後スチームを噴霧していきます。使用している薬剤が低アルカリタイプなので、還元の方で見極めてチェックしていきます。リングコームなどに巻き付け、戻り具合をチェックしていき、髪の毛にクタッとした感じが出ていれば OK です。アイロンの特徴として、片方からスチームを噴射し、片方でバキュームするので、2回ぐらいプレスすることによって髪の毛がほとんど乾いてしまいます。カールの欲しい毛先の部分に CMC 配合の処理剤で濡らしていきます。髪質が細いので、スチーム5分、冷風5分で入れていきたいと思います。